今回はヤバいゲスト、小平聡プロです。風は左からアゲンストです一輝と申します、よろしくお願いします。自分の好きな人のやつを信じる方が僕はいい。シンプルイズベストです。今日はそこを意識してやっていきたいと思います。素振りですやばいんだよ。うまくない小平聡を届けております。もうオフはこんなもんです。いくつですか？ダボ。おはようございます。おはようございます。レッドライスのマンブリエブリデイ今回はやばいゲスト来てもらいました。小平聡プロです。イエーイ、よろしくお願いします。プロゴルファーの小平聡です。よろしくお願いします。今日呼んでいただいてありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ来ていただいてありがとうございます。いや、もうこんな忙しい時期に、もう数日後にはアメリカに飛び立って来年もアメリカで戦う小平プロなんですけど、今日来ていただきました。本当に久しぶりだね。久々ですね。アメリカ行っちゃっててなかなか会えなかったんですけど、ちょっとなんとか日本にいるこのタイミングをね、うまく利用して、今日はコラボということで、やっていきたいと思います。まずは、まあ楽しく回ってレッスンしていただこうっていう俺だけが楽しい企画になってます、まあそういう感じなので、まあところどころでいろんなポイントとかね、プロが気にしてることとかそういうことも聞きながらやっていきたいと思うので、まあ最後まで楽しんでください。じゃあ寒いからさっさと始めましょうか。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。楽しく回ります。イエイ。じゃあ私目からオーナーじゃないですか、やっぱり。これはリッキーさん、どこに打っていけばいいですか？これはですね、右手、あのフェアウェイが右から傾斜してるんで、うん、あの右奥バンカー方向、ね、そうですね、右奥バンカー方向でいいと思います、はい、右の方が広そうです。左の方が狭そう。そうだね、うん、右の方が狙いやすいです。セカンドが、セカンドが、はい、さすがキャディ、任せてください風は左からアゲンストですまあそっち狙ったからってそっちに行くか分かんないんだけど人生アゲンストだもんな俺はな辛い、毎日が辛い。あのいきなり登場してますけどあのリッキーハヤトです。リッキーハヤト、リッキーと申します、よろしくお願いします、リッキーファーラー似てるんでリッキーハヤトです。はい、ハローワールド、ハン似てるんだよまだ朝なんでちょっと顔の調子がね、調子がまだ整ってないんで、すいません、寝ます、すいません、僕もあの勝手にゴルフさせていただきます、すいません、よろしくお願いします、よろしくお願いします。よし、お願いします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 。うわー、めちゃめちゃ飛ぶじゃないですか。絶対間違いない、飛んでる、すごいすごいよ、すごい勢い、初速半端じゃない、滞空時間長初速半端ない。じゃあ僕行っていいですか？最後打つ、いや先打つそうだね初速半端ない。いや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 、よし、うわ、いける、あ、いけるいける、あ、いけるいける。すいません、本日も気合入れてきますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも入れてけよ。リッキーです。いつも入れてけよ。あ、お前が右がいいって言ったらお前左打つ。でもあそこ全然大丈夫なんです。全然大丈夫。全然ここはどこでも大丈夫です。それダメでしょ。いや右が一番いいよ。右がね、うん。右のが狙いやすいもんね。セカンドがね。よろしくお願いします。お願いします。やべ、緊張すんな。俺も。右目がいいんだね。右目。真ん中？真ん中だね。ちょっと左。フェアウェイ左ぐらい。OK。OK です。よっしゃ。結構年季入ってますね、これ。え？これもらったんだよ。あ、クエルフォローの。そう。これめちゃめちゃかっこいいですね。うんうん、だいぶちょっと保管状況。年季が入っちゃったんです。逆に嬉しいっす。うん、使い倒して。逆に嬉しいっす。なんか最近の悩みとかあるんですか、うん、なんかゴルフで。ゴルフ、はい、いやもうこれ結構いろんなところで言ってるんだけど、はい、やっぱいろんなレッスンとか、はい、まあ、特に YouTube とかもそうだし、はい、そういうのを見て全部トライしたくなっちゃうタイプ でやってこう下ろすとか、はい、ここをボディーターンするとかやってたら、はい、ほんと触れなくなって飛距離がかなり落ちてる感じ、落ちたんですか、落ちてる感じが
してて、あと振り切れてない、なんかフォローまでいけないで、なんかこの辺で終わっちゃう感じがすごいしてて、一つのアドバイスとしては、うんうん、なんかその自分が好きな人をもう一つだけ信じてた方がいいです。いろんなとこ行くよりも、あ、そのレッスンしてくれる人、はい、レッスンしてくれる人とか、まあ YouTube もそうですけど、一、うん、個の番組で同じその人の言ってることをずっとやり続ける、はい、やり続けた方が僕はいいと思うんですよ、ね、そうだよね。だからブレるとやっぱりわけわかんなくなっちゃうんですよ。そうだね。いろいろな人の理論もありますし、うん、自分の好きな人のやつを信じる方が僕はいいと思うんですよ。なるほどね、はあ、そうなんだけどね、いろいろなやりたくなっちゃう、ね、出会ってしまうのよ。間違いないです、やりたくなっちゃいますよね。あともうずっと解決しないし、はい、みんななんかそれは感じ方とか捉え方だと思うんだけど、はいはい、これはね奥さんにも前一緒に出た時に聞いたんだけど、はい、手は返すのか返さないのかっていう問題が自分の中であって、はい、で嫁は、うん、返すつもり、返すす、うん、あの返すんですよ。美穂はすごい、うん、もう、なんすか、天才なんですよ。うん、言ったら、うん。なんで、あんまり真似してもできないです。嫁のやつは。そんな感じがする。だから、あんだけリズムが一切崩れない人いないんで、うん、あれ、リズム良くないと、うん、この開いて閉じてっていうのができないんですよ。ああ、その再現性が、はい。再現性がないんで、だからやっぱり開いて閉じてってなると、やっぱり、リズムが良くないと、毎回同じリズムで打てないと、うん、多分そのアジャストできないんですよ。なるほどね。ちゃんとインパクトで毎回同じこうドロー打つもんね。めちゃくちゃ、ね、綺麗なドロー打ってもうほんと毎回曲がんないんで。本当だよね。やっぱあれもうほんと天才です。まあスイング見てても思うんですけど、うん、あのスイングはなかなか真似できないんですよ。そうだよ、どうやれば曲がるか分かんねえっつってた。だからまあ真似するとしたらリズムはほんと真似した方がいいと。なるほどね。はい、スイングのその開閉のところ、うん、開いて閉じてっていうのは、うん、もうそのアマチュアの人にはすごい難しいですけど、うん、リズムっていうのはすごい参考になると思います。なるほど、ね、あんだけリズム崩れないのは本当すごいんで、うん、だからタイガー・ウッズとゾゾで回った時に思ったのが、うん、リズムが一切変わらないんですよ。やっぱね、はい、そこだよね。そうなんですよ。だから、まあ、アマチュアの人って、まあ、なんかそのスイングの理論っていうよりも、うん、やっぱリズムがすごい大事なんで、うん、やっぱリズムいい人って上手く見えるんですよ。あ、確かに、はい、うん、でじゃあ返さない派。僕はできるだけあのローテーションをしたくないんですよ。これってじゃあここがフェースメントしてこう構えるでしょ、はい、こうしたらこういってこう、だから僕言ったら左手をあんまりこう、うん、開いたりしないんで、うん、もうたまに ずっと向けてる感じ。言ったらたまに向けて、左手をたまに向けて、たまに下ろしてくる時もたまに向けてっていうイメージです。ここではこうじゃなくてシャフター、はい、立ってずっと向けてる、はい、立ってる、はい、イメージは。なるほど、はい、なんでその方が多分簡単なんですよね、イメージ的には。もうこのままこういってこのままドンと当てればいい。だからフェイス面が感じやすいんで、トップに行っても、うん、やっぱ見えないところに当ててるんで、うん、やっぱり自分が感じれないとやっぱりうまくいかないと思うんで、うん、開いててどこにクラブがあるのかなって思ってたら絶対にこうインパクトでもそこに戻ってこないと思うんで、やっぱり自分で感じれるようにやっぱここがフェイス面だと思って僕は上げてる、うん、でもずっとこのまま行ってここでバンって、はい、僕はそのイメージですね。トップではこうなってるのに、はい、シャローイングみたいなイメージは全くしてない。ここ立ってる。いや、立ってます、僕は。もうだから僕、こういうイメージは全くないです。じゃあもうこのまま上げて、このままずっと向いてるだけ。はい、だからシンプルです、考えは。やっぱシンプルイズベストです。ああ、はい、なんか、こうしたり、こうした方が飛ぶんじゃないかとか、そういう気持ちある。やっぱりその欲は出るんですけど、うん、やっぱり、最初アメリカ行ってた時は、うん、やっぱり最初飛ばしたいなとか思ってたんですけど、うん、やっぱそれするとスイング崩れちゃって、やっぱり自分のゴルフを取り戻そうと思って、やっぱ曲がんない、ドライバーが一番得意なんで、でドライバーを曲げないっていうところはもう、はい、これ究極はこれ、もともとのスイングがこれだったのに、うん、やっぱりこう最初こう、うん、ローテーションしたりしちゃって、うん、崩れてしちゃったんですね。なるほどね。じゃあもうそれよりも体幹トレーニングしたり体を鍛えて、はい、この打ち方でも飛ぶようにしていくっていう、はい、そういう方がやっぱりシンプルなんで、まあ、なんか考えも変わらないですし、やっぱ練習してても気持ちいいんで、なるほど、ね、やっぱそっちに徐々に変わってったっていう感じですね。最初はやっぱりちょっと崩れちゃったんですけど。俺もそれにしよう。決めた。ずっと決められなかったんだけど。もういろいろもう見、もう今情報が多いじゃないですか。そうなのよ。そうなんですよ。だからその情報を見るのはすごい、もうこちらからしたらありがたいんですけど、うんうん、やっぱりそこでブレちゃうと、やっぱり難しくなっちゃいますよね。そうなんです。どっちもやる。こういう風に打ってみたり、はい、こういう風に打ってみたり、やっぱりシンプルに考えるのが一番
なるほどね、いいと思います。じゃあもうここだけ気にしてりゃいいって感じだ、はい、どこ上がろうが、はい、だから練習でいっぱい気にしてコースでは気にしないっていうのが一番、うん、ああなるほどね、はい、はあ、ありがとうございます、はい、今日はそこを意識してやっていきたいと思います。方向が良くなりそう、やっぱここね、もう何でも聞いてください。聞きます、もう聞き倒します。出てるこっちに、もう本当ね、出すのだけはめちゃくちゃうまいから。見てもらっていいですか、一番出さなきゃいけない。それ話してる間にそこに置いたわけじゃないよね。一番出さなきゃいけない。それなんか受け狙いで置いたわけじゃない。やっぱり人生アゲンスでした。ねえ、こんなとこつく。朝からこんなとこ行きますか。絶対木ちょっとしかないんだけど、ここにつくんだね。結構スカスカだよ。困ったな。結構やらないな。結構やらないんだよ。すごいね、出だしから。困ったな。でも空いてるんですよね。それでは行きます。素振りです。怖いんだもんこれ。それも絶対無理じゃね。怖い。おお、いたいたいた。もう一回つけ、またもう一回つけ。うわー、嘘でしょ。いや、どんだけ面白いの。嘘でしょ。どんだけ面白いの。全然面白くないよ。ガチで空振りしてた。本気で本気だよ。本気だよ。本気で空振りしてた。こんな、あんなとこ行くかな。いや、辛いわ人生、ゴルフって辛いわ。いや、最近見てないよあんなの。めちゃくちゃ面白かった。レッドさんどうですか。もうそっちに出すしかないんで出します。ナイスアウトです。止まって、ナイスアウトです。止まれ止まれ止まれ。ハヤト、もういいよ、受けは取らなくていいよ、もうそんなに。やべえ、マジでやべえ。いきます。300ヤードぐらいありますね。スプーンでいきます。やばいんだよ。あるんだな、ああいうことも。やばいんだよ。ここ300ぐらいまだあるんだっけ。まだ300ぐらいあります。310ぐらいはありますね、はい、まだ、はい、なんでカート道路なんで動かしていただいて全然大丈夫。すごい。ルールルールすごいの大事だな。競技出たいから、はい、覚えなきゃと思って。大体合ってるよね。合ってます。合ってます。いつぐらい目標で競技出る。いや、来年から出ていこうかなと思って。ああ、すごい。前もね、1回ずつぐらい出てるんだけど。はい。同伴競技者の人びっくりするっすね。ちょっと前出ちゃったんで、もう置いて大丈夫です。2回やって、前出ちゃったらもう置いて大丈夫。この落ちたところに置くんですね。はい、落ちたところに。素晴らしいです。じゃあ、なかなかああやってやる方いない。いないね、まあ。プライベートで。その辺でいいよねってなっちゃうよね。なっちゃう。でも競技出る人はこれ癖つけといた方がいいもんね。ああ。ダウン。バンカー入んな。あ、大丈夫です。こういう場所。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。右の方が狙いやすいんだもんね。右の方が狙いやすいです。けどごめんなさい。左にいる、すごい木の、木から木へ。あんなにコースのこと喋ってたのにな。間違いない。ちょっと出すだけ出そう。これはさすがに。尺が長いっつうの、ハヤト。ナイスアウト。ありがとうございます。同じ風景2回あったって今。いや、俺 YouTube で初めてちょろったかもしれない、ね、なかなか見ないやつを見れたね。ハヤト長いよ、ハヤト長いよ、ハヤトの尺長いよ。本当だね。また俺か。ちゃっちゃってやっちゃいますね。もういいよ。うまいね、ありがとうございます。あれれれれ、全然弱かった。何ヤードだった？分かんなかった。220ヤードぐらい。
うまい。ああ、耐えてくれ。我慢。うん、ちょっと手前。ちょっと手前ですね。1、2、3、4。うまいな。我慢。風がね、思った以上になかったね、左から。ごめんなさい、ただのミスショットです。すっごいな、すげえ今日捕まる。ごめんなさい。全然うまくない。うまくない小平さとしを届けております。みんな勇気勇気出るよね、プロでもこういうのあるんだって。もうオフはこんなもんです。いやオフはこんなもんです。それなんか今日捕まりすぎちゃうなっていう時はもうちょっと右狙っていくとか。そうですね、もう諦めます、うん、もう諦めが肝心なんで、うん、やっぱり左ちょっと今日行くなっていうとか右行くなと思ったら、うん、もうそれでずっと行きます。スイングは変えずにカット目に入れようとか、はい、フェードにしようよりしようとかそういうことはあんま考えない、はい、考えないですね。でターゲットを単純にちょっと右取る、ね、諦めるというか、うん、まあそこで割り切る方が。なるほどね。なんかもうそこでなんでだろうなんでだろうと思って、うん、自分原因が自分で分かってはっきりしてればいいんですけど、うん、分かんなかったらもうそれでやるしかないんで。なるほどね。はあ、52ヤードあざます。こういうのうまいんだよな。ヤードと上からそっから下るから。ほら。下った下った。ほらほらほら。すげえちょっとずつ帰ってきて。ほら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 。ほらほら。もうエッチュ。あ、でか。スピン。止まって。行っちゃったよ。こんぐらいの時って60と56あったら60で打つ。僕は60ですね。まあピンがちょっと手前で近いんで、もうちょっとふわっと60で上げるか、もうイメージが出ないならもう転がしで手前。そしたら52とかで、52、まあピッチングでもありがとうございます。ピッチングで、はい、あの土手当ててみたいな、まあ、はい、これ多分このマネージメントで言ったら、うん、多分下の段に乗せるっていうのが多分最低限なんです、うん、あそっか。なんで多分だったらあの上の段に行っちゃうなら試合だったら、うん、あの手前の方がまだもうエッジとか少し手前がエッジとかの方がいいんで、だからピッチングとかで転がしていく方が僕はイメージが出ます、ね、なるほど、はい、そうだな。やっぱねなんかドーンって入っちゃうんだよな。そうですよね。だから、まあ、上げようと思うとまたこういう冬の芝とかだとこう、うん、起き上がっちゃうんですよね。そうだよね。なんでやっぱりトップしたりダフったりっていうのが多くなっちゃうんで、なんかここを嫌がっちゃうんだよね、多分必要以上に。そうですね。だから手前って多分プロからしたらここら辺は全然ありなんですよ。うん、ワンチャン入るんじゃないぐらいの。上の段に行くよりもこっちの方がまだパターでも打てますし、スリーパットする確率の方が少ない方を選ぶっていう、ね、はい、そこだな。それを嫌がっちゃうから強く入っちゃうんだよね。そうなんですよ。はい、あざす。うまい。あ、うま。止まって。止まんないか。グリーン早っ。早い。早い。もっと行って、もっと行ってよ。ああ、いかね。あ、惜しい。え、まろった。うん。リアルに落ち込むの。やるじゃん。強いっつーの。強いっつーの。じゃあ僕行っちゃいますね。はい。ひどい。すいません。行きます。ひどい。ダボ。いきなりロングでダボ。入れたら負けだもん。やっぱ。
ナイスです。ありがとうございます。いくつですか？ダボ一緒イーブン、イーブン。あと分ける。ありがとうございます。はい、あといくつ？ね、1空振りでしょ、2 3え、じゃあレッドさんからで。俺こういうのいくつなの？左箱結構遠くない？結構あるんですけど250度手で、はい、超えないなそれ。まあいっか。え、チャリーはどんぐらいなんすか？キャリー、はい、チャリーで行くのは250ぐらい、260。あ、だからプロってトータル、うん、あのなんかデータで出るやつあるじゃないですか、うん、であれプロって、うん、あのトータル見ないんですよ、キャリー、うん、キャリーで、はい、あー、キャリーを見るんで、だからチャリーが言ったら実際飛んでる距離なんで、まあ、やっぱコースによってやっぱりあの転がる数字も違うんで、うん、やっぱりキャリーを自分で把握してて、いくら、どんぐらい飛ぶかっていうのを把握してた方が一番、その、うん、まあ超えるか超えないか、超えるか超えないかとかもあるんで、ね、多分今寒いから本当微妙にちょうどいいとこにある気がするんだよな、ね、とか言って全然手前だったりとかいきます。あー右行くな今日。いや、ちっちゃい、全然大丈夫だと思います。耐えて。あ、大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。下に落ちました。え、下。あ、あのカート道路の左側ですね。あ、危ない危ない危ない。なんか捕まらんな。やばい、まあふわふわしてんな、緊張して。うん。うーん、ありがとうございます。Good shot, baby. Thank you.え、ちょっとあのストレッチ終わりました出だしのホールだいぶ打ったっすやっかい危ねえ、うん、ナイス、ナイスショ。危ねえ、危ねえって言いながらうまいもんね。キャリーどれぐらいなの？キャリーはだいたい275から80ぐらいですね。それだと平均ってどれぐらいで出るの？290とか295とかですね。やっぱチャリーを自分で分かっとくっていうのも、うん、アイアンもそうですけど、うん、それはやっぱ大事です。トラックマンとか、トラックマンとか、まあ、うん、やっぱり今 GC クワッドとかあるんで、まあ、そういうので、まあ、レッスンとか行くと、うん、やっぱそういうとこ置いてあるじゃないですか、うん、レッスン受けてるならそういうとこで自分のトータルで喜ぶんじゃなくて、うん、チャリーを見た方がいいです。なるほどね、はい。でチャリーを見て、やっぱりどんぐらいチャリーがこの番手でチャリーが出てるのかっていうのを分かっとくと、うん、こういうバンカーとかも、うん、トータル見てると、やっぱり250つっても、うん、あ、俺超え、290飛ぶから超えるわとか思っちゃうんですよ。うん、けど、チャリーが例えば240だったら超えないじゃないですか。うん、転がるのが40だったら、トラックマン出てたら、スピン量とかでも変わるんで、うん、データが。だからある程度平均したキャリーを、知っとくってことだよね、はい、一発の一番飛んだ時のを把握するんじゃなくて、はい、どの番手でもそれを分かっておくっていうのが一番大事です。あ、まあアイアンなんて特にね、はい、直接の距離が、そうですね、だから本当にキャリーが一番大事なんで、多分トータルプロの人見てないです、うん、なるほどね。俺もちょっとそれで測りいこうかな、はい、やった方がいいよね、把握してないからさ。だから海外の試合でも、うん、言ったらあの標高とかもあるんで。ああ、そっかそっかそっか。だからみんな持ってって、だここのコースはキャリーがどんぐらい出るとか。一応全番で測る、ね。はい、全番で測ってます。へえ。これ競技中は絶対クラブ置かないともうダメってことで。実際は打つ番手で構えてから、うん、ドライバーでいいんですよ。測るのは。測るのは。もう本当正式なやつです、うん。打つ番手で構えてからそこにイヤレスポイント決めてからドライバーで。うん、構えるじゃあモーションしなかったら罰になったりするの？いや、それはモーションは大丈夫です。あの、まあ、大体こう、まあ、この辺だなっていうニアレスポイント決めるのは打つ番手。これニアレスとってさ、一応、こんぐらいかなって俺思っちゃうんだけど、もっとこんぐらいだったりするの？言ったら、この、うん、なんかこう刺して、じゃあまだここら辺ぐらいまでカート道路ある、うん、あるんで、うん、で、プラス、クラブが当たるんで。この軌道できたらとかね。はい、で、言ったらクラブがこうあったら、こう当たったらダメなんで。うん、だから言ったらこうやって構えて当たんないところで、
ニアレスポイント決めるって感じです、ね。こんぐらいで撮っても別に言われはしない。あ、全然言われないです。ああ、なるほどね。だから当たっちゃダメなんで、ね、じゃあこれ一回もらっていいですか、うん、だから言ったらここにあったら当たるんで、うん、言ったら動かせるじゃないですか。うん、また動かしますって言えるんで、うん、言ったら当たんない位置までやんなきゃいけない。それがニアです。はい。からドライバー一本。そうです。はい。なるほど。あ、やべ。変な穴にはまった。言ったら競技やるなら、もう傾斜に、こう、例えば、じゃあ、当てて、いいライあるじゃないですか。うん、もう前に、むしろギリギリにこうやって落として前に行かせて、こうやってもう前に行ったっつって、こうもう、落としたいところにこうやって置くっていうのが大事なんですよ。そうだよね。はい。これさ、落とすときにさ、はいみたいなさ。あ、それはあまりやらないです。それは、そこまではしない。はい。なんで、もうこうやってやって、もう膝の下からこう、あ、前出ましたっつって。これの練習することはないないっすね。それはしない。それはしないっすね。さすがに。はい。なるほどね。でも、それルールはもう最、はい、一番ちゃんと。ルールは有効活用した方がいいんで。うん、そうだよね。ズルじゃないもんね。はい、ズルじゃないんで。うん。前に出ちゃったら、それはもう前に出たことになる。うん。置けるなら置いた方がいいです。なるほどね。なんで左これ、OK、大丈夫です。ちょっと左じゃない。どうした俺ら、今日。まあまあ乗ってるかな。乗ってねえよ。うん。よいしょ。ナイスです。バックバックバック。やばいやばい、バックしちゃった。バックバック。下まで降りてきちゃった。バックバック。バックしてきちゃったじゃん。これは最低でも上の段に行きたい。そうね。ゴー。うまい。うまい。おお。はい。やる。決めるね。僕入れようと思ってました。いる、愛しているわ、よく。結構難しいな、あれ。あ、やばい。スロー、スロー、スロー。止まって、止まって、止まって。止まれ。強いよ。です。弱いより絶対強い方が。うまくねお前。おお、やばい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 。うまくねお前。やば。お、止まった。え、なんかすごい気合入ってる今日。うまい。おー、ナイス。ありがとうございます。もう学生時代からパターだけはもうマジでうまいです。そうなんです。本当に女性へのアプローチもうまかったんですけどね。彼女は？いのません。え、なんて言って噛んだね。いのませんっつって。いのませんっつって。うまい。うまい。切れない。オッケーです。切れない。マジか。ああ、くそ。ナイスパ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これもう下の段から2パット OK です。え、はい、何ヤード？155。左から風。おお。うわー、ちょっと右だ。うわー、ちょっと弱い。え、お前、フォロー。左からっつったね。左から。アゲンスト。左からアゲンスト。声でかっ。はい、こいつのせいでショートしました。人のせいですんなよ。うまっ。入った？オールインワン。
ナイソン。ありがとうございます。ちょっと生えてるよね。ちょっと少しね。ほんの少しだね、でも。うわぁ、いい球これ。マジでいい。これ筋ってる。これは筋ってますよ。あれ？ナイスです。ナイスです。ナイスです。短かった？いやもうでも完璧です。アゲンストだっつーの。ちゃんとその情報言えよ。マキの尽くしか、その喋り方。いいとこ来てる。これは難しいな。え、スライス全くしない。最後フックしたし。けどプロゴルファーってあのオフの時こんなもんなんですよ。へえ。昨日山地明ちゃんっていう、はい、飛ばす女の子、はい、で僕アドミラルで契約して一緒に回ったんですけど、うん、前半43でした。マジで。本当パー1個もなくてバーディー1個みたいな。バーディー2つの2つのボギーダボーとかを取りとか打ってたよね。え、どこからスイッチがあるの？あ、まあ、冬に合宿とかして、まあ、そうですね、上げていく、合宿して上げていく感じですね。オフほぼほぼクラブ握んない人が多いんじゃないですか、ゴルフやりすぎて。そうなんだ。不安にならないの？一回離れちゃったりしたら。いや、不安に一回もうリセットする感じで、はい、なるほどね。まあ、やりすぎも良くないのかもしれないね。はい、うわー惜しいです。です。どうでしょう。レッサーよりお前らは遠いけどね。お。うわ、すごい切れた最後。ノーです。ノーです。これか、これだ。ノーです。ノーです。ノーです。厳しいな。ノーです。危ねえ。このパットが一番緊張すんだよな。ケッツ、スポ。ます。そうしようか。